ソーシャルディスタンス、台東区の2メートル、新しい日常を当たり前の日常に。新型コロナウイルスの第2波第3波への拡大を防ぐには、マスクの着用やソーシャルディスタンス、人と人との距離を2メートル空けることが有効です。でも2メートルってどのくらいなのか、いまいちピンとこない人も多いのではないでしょうか。カメラからの距離だと、ここが2メートルの距離です。私の歩幅で1、2、3、だいたい3歩です。他にも大人が両手を広げた長さがだいたい1メートル50センチと言われているので、隣の人と手を広げて50センチくらい間があれば大丈夫ということでしょうか。ここからは皆さんがよく知る台東区のものに当てはめてみましょう。だいたいどのくらいが2メートルなのでしょうか。浅草といえば人力車。こちらの高さはおよそ2メートル10センチ。横の長さは少し長くておよそ2メートル50センチです。上野にやってまいりまして、西郷さん。身長はおよそ3メートル70センチ。大きいですね。だいたいかかとから帯のあたりが2メートルかな。上野といえばパンダ。上野駅のパンダ像はとっても大きくて、高さがおよそ3メートル、横がおよそ2メートル10センチ。御徒町パンダ広場の2頭のパンダが並んだ長さはおよそ2メートル10センチ。でも2頭の間は20センチ、ちょっと近い。本物のパンダはどうでしょう。一般的な大人のジャイアントパンダの体長はおよそ1メートル20センチから1メートル50センチだそうです。2メートルぴったりのものはと探したらありました。台東区循環バスめぐりん。こちらのタイプは正面の横幅がほぼ2メートルだそうですが、走ってるので測りづらい。かっぱ橋道具街に2メートルのものがあると聞いてやってきました。それはこちら。かっぱ橋道具街90周年記念シンボル、かっぱ川太郎像です。2メートルもあるって思いますよね。実際に測ってみます。頭までの長さがだいたい1メートル50センチですが、持っている釣り竿まで入れるとだいたい2メートルです。平成15年に建立されて以来、かっぱ橋道具街のシンボルとして親しまれてきました。いかがでしたか。普段意識しなかったいろいろなものの大きさが具体的になったような気がしますね。皆さんも身近なものに例えるなどして、より2メートル間隔を高めてみてはいかがでしょうか。